実は下の方に「ハープはやめよ」って書いてあって。小泉一のちゃんい、というわけで長野市議会議員のオレンジのおっちゃん小泉一真です。今日も「こいちゃんこいちゃん」っ皆さんいきますよでね、あのー、ちょっとおさらいですけれども。 芸術館消えたハープの謎っていうのはね前やりましたよね「めたってこんなもん待みたいなことをやってましたけれどもあれ覚えてますかねあの長野市で芸術館って作ったじゃないですか市民ホールをね壊しちゃって私芸術館作った今年5月こけら落としありましたよ。でそこに何を置くかって いう時に、まあ、長野市芸術館設置管理条例っていうそういう条例で決めるんですけれども、えーとね、平成26年の3月にそれをね作りました議会にこれ通してくれよああよって議会がね通したわけですよでその中にハープっていうのがあったこんなでかいポロンポロンポロンって鳴らさあのハープですよ縦ごとですよあれをね備品にしましょうっていうのがあって議会もそれを通しましただけど今年の3月議会になってね それを改正する条例案が出てきてでそのね条例案の説明の時はあのなんだっけ大報道をメイン報道に言い換えるみたいなそんなねダミーみたいな話をメインに委員会で説明しといて実は下の方に「ハープはやめよ」って書いてあってそれ説明ないんですよそれ下の方にね一行書いちゃうだけで「あちょっと待ってそれなんで説明ないんだ」って小泉が突っ込んで「いや実は」 っていうそういう話これが芸術家ハープ消えちゃった事件ですでねそれおめえどういう説明責任の果たし方なんだってそんな汚い言葉ではないですけどそういうふうに小泉は指摘しましたところ、まあ、議会でもねあの議会では経済文教委員会でもあそりゃそうだよなってどういうことなんだって同調してくれる議員もいまして、まあ、中野清さんとかねで,でこれどうするんだって。 だけどこれもうね、予算措置もね、今年してないし困った困ったって。じゃ、とりあえず、この議案は通すけど、通すけれども、委員長報告っていう手があるんですね。本会議で経済文教委員会はこういう話をしましたって委員長報告出すんです。で、その中で、ハープやね、そういうティンパニーとか大型楽器については需要調査をした上で、整備する方向で検討しろと、強く強く望むみたいなことを、 委員長が報告したんですよだからそうしたらね行政だってそういう議会のことをねちゃんと考えるならそれなりに調べてじゃあどうしますってことをやんなきゃいけないですよねでそれが3月議会ですで、ね、9月議会になりまして今回それやりましたか先生方って先生方とえないけど銀さんっつって持ってきたんですよああそうかそうかじゃあどうなったかねってそれがこの資料なんですけど でなんかねよ,ようでもないってこと言っちゃいけないけどもなんか近所のねハープの整備状況なんか調べたりして北斗にも松本市民芸術館にも上田市民交流文化芸術センターサントミューゼにもありませんでしたみたいなこうを書いて「だからそれが何だっつうのだから長野市が送って決めたんだからそれは長野市がね送って決めたじゃあその理由は何なんだ?」ってことですよね。 何だかそんなもの調べて何なんだって感じですけどもそれで、ね、まあいろいろ調べてますよあの音楽団体のね利用頻度とかどういううな置けば使えますかみたいなこと聞いてますで結論っていうかこれまとめっていうのこれここだけ見れば十分まとめはね何て書いてあるかっていうと、えー「北斗文化ホールではティンパニーの理由はある程度あるけれども壮多の,の楽器はほとんどなく松本市民芸術館や上田市サントミューゼではティンパニーも含め大型楽器のニーズはない」 はあはあ、なるほどでアンケート調査ほとんどの団体がティンパニの利用を希望しているそれ以外の大型楽器ではマリンバチャイムもある程度の利用希望があったほうほうなるほどティンパニの利用移行回数は多いものの利用料金の問題はその他の要因もあるため実際の利用につながるか不透明な部分があるほうほうなるほど以上終わりなんですけれどもで何が言いたいのかさっぱり分かんないですよね じゃ、ティンパニーマリンバス整備すんのかな、なそれよりも何よりも、ハープについて何の言及もないじゃないですか。ハープどうするんだって、元々送って決めてて、なんか、3月議会でごまかそうとして、置かなくなっちゃったハープ消えちゃった事件のハープはどうなるのって何にも書いてないんです、ここに。で、小泉はこれ見てね、で、結局どうするんだって、聞きますよね。聞きますよね。 それでそれはこれから考えますって言うんですあなたたちね3月議会からこの9月までの半年間こんなアンケートをするしかできなかったのかそれ以上の検討どうなっているんだだってこれからねだって送ってことになればあいつ財務部と財,務じゃないあの財政部ときちんと接触して。 予予算算編成して予算要望してていいかななきゃいけないんですよ。だってこのこの段階で結論出てないってのはどういうことなんだってそもそもでもっと言えばねもうこの問題知ってる人はいなくなっちゃうんですよ議会にっていうのは極端な言い方だけどつまり経済文教委員会の任期って9月で切れるんですよ切れちゃったんですよもう,もう10月でしょ私は経済文教委員じゃなくて今総務委員なんですよ で元の経済分教委員会ですとハープ消えちゃった事件を知っていた委員さんというのはそれぞれね他の委員会に割りふざいちゃってもう今の経済分教委員会に残っている人なんてほとんどいないはずなんですよじゃあそれを狙って9月で一応報告今のねそこの問題を指摘した委員さんたちには何か言われるから報告するけど結論はその先送りにしてなんかもうちょっとムニャムニあってさせちゃおうかなってそういう意図がね 感じられてしょうがないだってねその3月議会でだってハープのことを全然ね説明しなくて小泉が聞いたらそういうこと言い出したような方々ですからね文化スポーツ振興部っていうのは芸術館のことについてそういうことでいいのか議会と市民に説明責任を果たすそうやって信頼関係を作っていくっていうことをもう少し考えていただきたい こでは今日は小泉一真苦言を呈しますに,に <music>